スタンダードの対戦自体は、まあ、やっぱちゃんとやりたいじゃん。でも、ね、今のタイミング何で先手後手決めるのが面白いかなって考えたら、はい、ランドゲームで先手後手を決めようじゃないか。このゲームの勝敗でもってその先手後手を決める。はいはいはい。まあ、ゲームを説明すると5種揃えたら勝ち。はい。で、あと今回はその偏った引きでもいいようにこう同じのを5枚揃えたこと勝ちっていうルールをします、うん、なるほど。お互いターンを1ターンずつこう入れ替わり制で普通のマジックと一緒です。ここは先手ドローなしで、でまあ置くときに裏向きで置くんですよ。裏向きで置いて、はい、そのオープンしたときに効果が発動するんですけど、はい、分かりやすいのがいくと森はオープンしたらカードを1枚引きます。沼はオープンしたら相手が好きな2枚をディスカードします、うん、まあ強い。これ1枚しかやらないけどこれ2枚入れる、2枚下がって、で山は表側やったら土地破壊します。好きな土地、相手の対象の土地を破壊、うん、相手のだけ自分でこう先手出しますって言って壊れるっていうのはないからご安心ください。平地はあの自分の墓地から好きな土地を回収できる、はい。で、島なんですけど一番弱くて出した場合は一番弱くて相手の手札を見る、まあ覗き見だいぶ可愛くワンドローできない覗き見相手の手札を見るだけでも島は自分の手札にあるときにこう相手が裏向きでプレイした瞬間のものに対して、うん、島を捨てます。もう一枚好きなカードを捨てます、うん、で打ち消せる。なるほどなるほど。じゃあやってみましょうか。はい、わかります。で、これ先手後手で何で決めるかって言うと、はい、やっぱりここはねタイガーロブスターリザードで決めましょう。タイガーロブスターリザードはい、どどん。タイガーロブスターリザードとはまあアングルードにあったじゃんけん用のカードです。これを3枚ずつ持ってじゃんけんしましょう。いきます。はい、男はやっぱこれやろう。せーの、ロブスターリザード。勝った。よし、ロブスターの勝ち。なんだこれ。じゃあ先手いきます。先手後手を決めるゲームの先手を取ります。はい、わかりました。よくわかんなかった。はい、5枚いただきます。お願いします。お願いします。先手から出していくわけですね。そうですね。はい、こいつは強い。いきます。セット。はい。オープン。沼。2枚ディスカード。はい、終わりです。はい。打ち消し。沼でした。どうぞ。おお、これは命拾いでした。セット。はい。沼、強い強い。序盤沼2枚ドローはずる。終わりです。お、はい、オッケー。沼、あーいきなりもうトップデッグゲームに終わりです。ドロー。はい、ペッチ、強い。ここはやっぱちょっと繋げていきたいな。リソースを増やしていきたい森。はい、はい、はい、おお、強い。終わりです。いい勝負。じゃあ2種だから俺がリード置きます。はい、山。まあ、これは優しいな。あのディスカードされちゃうからな。おこれはいいな。あ、強い強い強い。一応伸ばして、こっちもね、こう並べておくっていい感じ。はい、一応伸ばしておくか、もういいで。いや、テンポでいこう、これは。はい、ここで森引くとね、超人的な強さなんです。沼でもいい。沼やばい。沼セット。はい、ペッチ。はい、ペッチで森森の色いいよね、めっちゃこれすげえ。いいですね。てか、アンステーブルのブランドいっぱい並べれて幸せ。まだすごい、早く使いたかった。はい、はい、どうぞ。ドロー。森って、いや、ブラックかもしれない。ブラックかもしれない。どうぞ、どうぞ、大丈夫。いるいる、言っちゃうやつ、出したか、言っちゃうやついる。どうぞ。ドロ
正直者だった。あれ。ほ。はい。どうぞ。そう。こうやって並べていく想定です。はい。はい。もう一個。いいね。縦は5枚でしたっけ？縦は5枚。はい。縦ガチャはなかなかない。終わりものにも一回置いてオープンしたら終わりだからね、これね。エンド宣言が必要ない。でも待っちゃう、癖がある。ね、癖があるよね。はい。で、待ってるから言おうかな。なんと。ゲッチでした。うわー。あ、でもいいか。しまし まに繋がる。結構不利だな、この。スリーペア状態不利。ちょっとは、しまってないのかな。部屋で様子見た可能性は。どう沼沼じゃあ沼を島引かないでください。終わり。ほっ、はいはい、島やばいやばいやばいやどうぞ。山を山を回収、はい、じゃあ島のほうか。あなにそれ。いやでも、よかろう。はいはい、はい、ごめんなさい。いやまずいな、これ山引かないと攻めたら。今回沼、ただ1枚2枚です。2枚ですか。はい、どうぞ。森、はい、3、これね、これで勝ちっていうオプションもあるんだけどね、一応今回採用してないから。なるほど、なるほど。終わり、負けた。お、はい、よし。全然取られた。よし、これで長いな。結構白熱、白熱のことやったら。